で、あ、右手になんか五百銭が見える。おお、すごい。これ見やすい、面白いな。あれ上に。はい、どうも、さっくんでございます。本日はですね、2024年6月2日日曜日、今回、和歌山県の方に向かうんですけども、今回この6月2日に新たにね、開通してついに全通するという大阪と和歌山を結ぶ道路がありますので、今日は、開通前と開通後合わせて、撮っていきたいと思います。まずは開通前の、朝6時50分頃です。この南海の三河の台駅しぼとけに交差点にやってきます。橋本までだいたい16キロ、ちょっと距離はありますけど、これ左が三河の台っていう、南海が開拓した住宅地になっております。で、これもともとは、右方向に行ってすごい峠道をくねくね行く道だったんですけど、本当にかれこれ10年ぐらい前ですね。こっち左へ行かないと橋本方面早く行けなかったんですけど、今結構南海の、奄美駅ぐらいまでずーっとこのバイパスが開通しまして、で、今日夕方ようやくこのバイパスが完成するということで、本当に完成直前の道路を走ろうと思ってます。みんな走ってみると、ここまでこの橋はね、すでに完成してたものの、ここでね、絶対左っていう、じゃ意味ないやみたいになって、結局通る人がほぼ少なかったんで、で、今日から、今日の夕方17時からこれまっすぐ行けるのなんですよね。おー、あ、まだあのパイロンが立てたあるんですけども、おー、すごいダメっておー、すごい、もう完全に新ルートが開通する直前っていうような雰囲気。ガードマンまで立って、今日はもう夕方から絶対まっすぐ行けるよっていう雰囲気がいっぱい出ておりました。おー、これ最後のね、僕としては多分最後です。もう開通してしまったら多分こっち通ることないんで、すげー、なんかめっちゃ道路綺麗にされてる。で、今日の17時まではこういう風に前の旧道に戻らないといけないんですよ。ずっとくねくね続いてたわけです。だからこれが今日の17時に全て解消、ようやくって感じです。旧道のトンネルはこういう風に橋本の牡蠣、味は日本一という、これをね、キャッチフレーズとして県境を越えていくんですけどね。さて、あ、ここでちょっと中央分離帯の点滅が出てるんですけど、これがどうなってる？黄色の道路、これが新ルートの方出てます。あ、またダメですね。おー、あー、まだこっち右が右折レーンとかしてます。はあ、すごい。で、これはもう元々できてる道なんですけども、今止まってるこの道が新ルートから来たらまっすぐ来れる左車線で、右が奄美方面からやってきたとこのまっすぐの右レーンという。わあ、こういう感じですね。はい、抜けてきました。橋本バイパスですね。まだ未完成ではあるんですけども、今日両方皆さんにお伝え
明日撮影して開通後の方を見ていきます。はい、それでは、用事を済ました上で帰りの方もお伝えいたします。この開通17時まで待って開通式的なのがあると思うんで、それね、待っていきたいなと思ってたんですけども、ちょっと用事がありまして、この後もうこのままね、その行きたいと思います。多分開通と同時にこの目の前にある青い看板、これが剥がされて左方向奄美と直進が大阪方面っていうあのシールを剥がして正式な表示をされると思います。あ、これまだあのパイロン全て外したら開通って感じですね。もう開通ムードがすごい漂ってはいるんですけども、まあ、住民の方もね、撮影もしてるし、警察の方ももうすでに開通式の待機をしております。はい、多分僕が通るのはこれで最後かな。もしあの何か事故とかあって迂回しろってやったら、まあ、あ懐かしいなと思いながらまたこっちを通るんでしょうね。いやー、なんか新ルートになる前のね、旧ルート最後となるとなんか名残惜しいですね。すぐには見えませんでした。はい、これで大阪に抜けました。もう最後ですよこれ。まあ迂回とかしない限りはもう最後です。いやー、旧トンネルもうありがとうございましたですね。まあこれからも多分本当にさっきもずっと言ってるんですけどあの事故とかあって迂回しろってなったらこのくねくねをね、また走ることになるんでしょう。ちゃんと上の看板もまっすぐに表示されています。左は奄美駅へ行けるという表示で、まっすぐが橋本。おー、すごい。おー、これは昨日まで左にしか行けなかったのをついにまっすぐ行きます。おー、来た。こんな風になってたのか。おー、すごい。菊水大トンネルっていう新しいトンネルです。おー、おー、抜けました。あー、ここすごい。あの旧ルートから見えてたんですけど、こんな風になってたんか。すごい、これは時間短縮ですね。その先がカニイトンネル。はあ、カニイトンネルで、あ、右手になんか行こう線が見える。おお、すごい。これ見やすい、面白いな。あ、で上に上がれる道も作られてあって、で、あ、これがあの本当のあの切り替え、奄美キミトンネル。おお、これか、綺麗。え、じゃあ霞んでるやん。これは果たして大丈夫か。すごいな、できたのはいいけど、めちゃくちゃ霞んでる。カーブからの、あー、いきなり信号なんや。あ、これはちゃんと今までのとこの合流とっていうことやな。青いいですね。ということで、これで新ルートついに通りました。ではもう帰りの方もね、この後撮りたいと思います。はいはい、ということで、帰り道でございます。新道になった後の帰り道です。と、今度はちょっと信号のパターンを見たいということで、
これ371号線の林間田園都市の方ではなくて、橋本方面からの旧道走ってきました。旧道の方はずっとまた片側一車線で続いてるんですが、これがどのようにパターン変わったのかっていうのもちょっと見ていきたいです。でここの今通過したマクドナルドのところの交差点、ちょっと事故が多かったらしくてパターンがかなり変わりました。いやすごい、斜め左が奄美っていう新しい看板になりました。おーね、あ、矢印か、なるほど。あ、左手もうあれか、すげーな、左方向もうずっと矢印出てるんやね。はい、では、帰り大阪方面奄美君トンネル入っていきます。朝のねぼやはぼやみたいなぐらい煙たかったやつ、もう大丈夫やと思うんですけどね。開通式終わってから1日経ってないから、まあそんなもんかなと思ったんですけど、あ、今はいけるな。埃すごかったんでしょうね。今はこうやってね、交通量多いから埃がもうどんどん飛んでってたはずなんで、朝はすごかったですね。白くぼやがかかってる気がするけど、まあ朝に比べたらマシかな。朝のやつすごかったっすけどね、本当にこれをもっと追加しろって言いたいぐらいやったんですけど、あ、まあまあ別に問題ないか。これ自然に回るやつなんで、できたら開業してすぐぐらいずっとね、自動で回してほしかったんやけど、自然回転式やったんで、まあまあ問題なかったようです。ほんでこの南海高野線と並走するのが分かるこの付近、カニトンネルちょっとしかないけど、そして今まで通っていた迂回の旧道へ行くルート、これですね、これが右の方。あ、行く人おるんやな。行く人おった、それとも開通したって分かってないのか。そんなことないな。わー、抜けてまいりました。いや、こっからはまあ以前からと一緒って感じですね。この辺りにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画基本鉄道関係、特に南海電車や近鉄電車アップしてますので、もしちょっと興味があるっていう方はぜひそちらの方もご覧いただけるように、チャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。また僕の旧 Twitter、X、インスタ、TikTok も上げております。ぜひそちらもチェックしてみてください。またメンバーシップ会員も募集中です。そちらでは限定のライブ配信と限定動画を上げております。ぜひそちらもチェックしてみてください。